皆さんこんにちは。アスレティックトレーナー兼テニスコーチの須賀です。本日もやってまいりました、テニストレーニング100日プロジェクトの Day15 日目ですね。で、今日のテーマなんですけども、基礎トレやりたいなと思うんですが、今までと一つちょっと変化加えたいと思います。いわゆる負荷を上げます。ただ今回のやり方は回数とか秒数を増やす負荷の上げ方ではなくて、休息、休憩時間をちょっと減らしていきます。今までは僕のうんちく説明を休憩という位置づけにして、ちょっとトレーニングとトレーニングの間の時間を気持ち長く取ってきたんですが、負荷を上げると同時に、まあ、Day14 までやらせていただければ、一通り説明はできているものはできているんじゃないかなというタイミングも含めてですね、今回からトレーニングの間の時間を減らすことによって、負荷を上げていくというやり方をさせていただきたいと思います。なので今日の種目は5種類ですね。最初プランク1分、1周目がスクワットだ、スクワットで2種類目、で3種類目で腹直筋やって、4種類目でランジやって、5種類目で腹斜筋っていう、この5種を3セット今日やっていこうかなと思いますので、またマットとテニスボールとタイマーは僕がかけるんで、ご心配なくというご準備をしてからやっていきたいと思いますので、お願いします。ということで早速プランクですね。はい、これは1分間いきたいと思いますので、ご準備の方お願いします。大丈夫でしょうか。それではいきます。よーい、ピッで、一応セット間の休憩を短くするということなんですが、さわされどまだ辛いよっていう方も当然いらっしゃると思うので、そういった場合の使い方は単純に、停止ボタンを押してもらって、自分がまたできそうになったなって思ったところでまた再生ボタンを押してもらうということで対処していただければ、お一人お一人のペースに合わせられるかな。ただもうちょっと慣れてきたよっていう方はですね、今日やるその休息をちょっと短くしたバージョンをトライしていただければと思いますので、できたらお水もね、ご用意の上、やっていただければと思います。ということでラスト15秒ですね。はい、で続いてのメニューがスクワットをゆっくりやるのを10回やりますのでね、8秒前、7、6、5秒前、4、3、2、1、はい、 OK です。じゃあ立っていただいて、単純なダブルレッグのスクワットですね、ちょっと下で2、3秒ぐらいキープする感覚でやって上がっていきます。ということで早速いきますよ。じゃあ骨盤立たせてお尻引いてくるように下げていきます。せーの。ゆっくり下げてきて、1、2、3、キープして、はい、上がります。で、伸ばしきる前に、はい、下がります。2回目。グッと。とにかく肩甲骨、背中立たせてくださいね。戻します。3回目。グッ。ゆっくりキャッチ。4回目、はい、下がります。1、2、3、はい、上がります。はい、下がります。5回目、1、2、3、上がります。はい、6回目、はい、下がります。せーの、1、上がります。はい、7回目、下がってきて、はい、太ももでキャッチしてーす。はい、上がります。はい、8回目、下がります。太ももの上でキャッチして、はい、下がります。はい、9回目、太ももでキャッチして、まあ言うことは一緒なんですけどね。はい、戻ります。はい、ラストをゆっくり下がって、はい、上がります。オッケーです。ということで次、腹直筋、腹筋ですね。肩甲骨と肩甲骨の間にボールが当たるようにですね、やってもらって、下がるときにゆっくりですね。こんぐらいかな。オッケーです。大丈夫でしょうか。じゃあ膝曲げて背中丸くして腹圧入れてゆっくり下がっていきますよ。せーの。ゆっくり。で、ボールがちょっとついたら、はい、上がります。これで1ですね。はい、2回目、ゆっくり息吐きながら、ふしっかりお腹に効かせて、はい、戻ります。3回目、ゆっくり。
4回目、ゆっくり。戻します。はい、5回目、ぐーっと。で、あと半分6回目。お腹に効かして。なるべくこの時足上がらないでくださいね。7回目。お腹で、お腹で足浮かないように。グッと。8回目。ゆっくり。ふうっと。戻して。9回目。ゆっくり。いっと。オッケー。ラスト10回目。ゆっくり。あー、OK でーす。で、ランジは、また形作ってから上がったり下がったりしてくるやつですね。はい。これから、ちょっと足上げて、上げて、下げてですね。20回ずつ行きましょうか。はい。じゃあ、休息短めなんでもう行きますよ。じゃあ、左足最初前にして、右足ちょっと上げてから行きますね。じゃあ、右足ちょっと上げます。じゃあ、行きますよ。せーの、上がって、ゆっくり下がります。これで1、上がって、2、え、上がります。3、うん、4、もう膝ギリギリまでいっちゃうくださいね、右膝が。OK、5、はい、6、はい、7、はい、8、はい、9、はい、10、ラスト10回、ゆっくり下がって。はい、2。はい、3。はい、4。目線前のまま、5。はい、6。7。はい、8。はい、9。ラストの10。OK っす。よいしょ。で、今度は、右足前ですね。まあ一応また下から。もう慣れてる方は別に上からでもいいですからね。まあ一応、まあお手本なのでね。はい。じゃあ、右足前、左足後ろで。じゃあ、左足上げますよ。じゃあいいですか？せーの、下がります。1、はい、2、はい、3、はい、4、はい、5、はい、6、はい、7、はい、8、はい、9、はい、10、あと10回、1、はい、2、はい、3、はい、4、はい、5、はい、6、はい、7、はい、8、はい、9、ラストの10。おぉ。ふぅ。で、腹斜筋ですね。これが終わって1セットクリアですね。まっすぐ降りてきて、左に。まっすぐ降りてきて、右にと。計5回ずつで10回ですね。つまり、各5回ずつで10回ですね。大丈夫でしょうか？それでは、はい、行きますね。よいしょ。せーの、1。左に左ります。1ですね、これで。ゆっくり戻して。次、右に左ります。2。ゆっくり戻して。3。ゆっくり戻して。4。ゆっくり戻して。5。戻して。6、7、計8、OK。あと1回ですか。9、はい、ラスト。はい、OK でーす。ふぅ。これで1セット終わりですね。残り2セットかな。で、セット数もいきなり3セットやってるんで、つれなって。思った方は、本日は別に2セットにしちゃうか、途中で減らしてもらって大丈夫なんで。じゃあ、プランク2セット目いきますよ。よいしょ。
はい、それでは2セット目いきましょう。プランク、よーい、スタート。よいしょ。そういえば、今日から毎度、杉村太蔵さんが出られるみたいですね。僕、結果わかんないんですけど、まあ、こういう話題が出るのは、個人的には大賛成ですよね、やっぱり。これで勝ったらすごいですよね、勝ってたらか。いやー、結果が楽しみ。今35です。はい、40です。はい、10秒前。はい、5秒前です。43と2と1と OK。 よいしょ。じゃあスクワットいきますね。気分転換にこっち向いてやろう。じゃあダブルレッグのスクワットいきます。せーの、ゆっくり下がってきて、1、2、3、上がります。2回目、ゆっくり下がってきて、太ももでキャッチして戻します。3回目、ゆっくり下がってきて、4回目、下がります。しっかりキャッチして、上がります。5回目、ゆっくり下がってきて、OK。6回目、OK。7回目、OK。8回目、ラスト2、9回目。ラスト10。はい、OK でーす。で、腹直下。なかなかこれぐらいのペースだと大変かなと思うんですが、頑張りましょう。よいしょ。じゃあ、テニスボール。はい。肩甲骨のところに置いて、大丈夫でしょうか。じゃあ、2セット目の3種目目、腹直筋ですね。じゃあ、ゆっくり下げていきまーす。下げてきて、はい、1、2回目、ゆっくり下げてきて、上がります。3回目、4回目、OK。 5回目、ゆっくり下げてきて、 OK。 6回目、 OK。 7回目、8回目、 ラスト2、 9回目、ラスト10回目、ふっと、2セット目なんてやっぱ来ますね。 OK です。じゃあランジ行きましょう。じゃあ2セット目なんで、もう上から行っちゃいますね。ちょっと早いですか、大丈夫ですか。 OK です。じゃあまた左足前からですね。じゃあ20回これも行きますよ。せーの、ゆっくり下がってきて、1、ゆっくり下がってきて、2、これ骨盤の高さずーっと平行してくださいね。はい、4、はい、5、はい、6、はい、7、 OK。 8、 OK。 9、はい、10、ラストも10回、1、はい、2、はい、3、OK、 4、 OK、 5、はい、6、 OK、 7、 OK、 8、 OK、 9、 ラストの10、 OK。 ふぅ、
いい感じ。そしたら今度右足が前ですね。はい。気分転換に逆向きます。意味はないです。大丈夫か。じゃあ行きますよ。上から行きます。せーの。落として。1、2。はい。3。OK。4。OK。5。OK。6。OK。7。OK。8。OK。9。はい。10。ラストも10回。はい。1。OK。2。OK。3。OK。4。OK。5。あと5回。6。OK。7。OK。8。OK。ラスト2。ラストの10。おぉ。ほう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 。やっぱランジ、いいな。自重でも十分きますね。OK。じゃあ2セット目のラスト、腹斜筋ツイストですね。また、肩甲骨に当たるように位置づけてもらって、大丈夫でしょうか。はい。背中と途中停止ボタン押してくださいね。じゃあ、2セット目ラストいきます。ゆっくり下がってきて、せーの、下がってきて。はい、左から、1、下がってきて。この右に、2、下がってきて。3、下がってきて。4、下がってきて。はい、5、下がってきて。6、下がってきて。7、下がってきて。8、ラスト2、9、ラスト。はい、ずっと OK。ふぅ。それでは、ラストセット、プランク行きましょう。よっしゃ。はい、じゃあラストセット頑張っていきましょう。プランク、よーい、スタート。よいしょ。ここまで来れば立派なトレーニーですね。20秒。30。残り20。10秒前。で、5秒前。4と、3と、2と、1と。よいしょ。ええ。大丈夫ですか？ Yes。よし。じゃあ、2週目目、スクワットダブルレッグですね。よろしいでしょうか？ちゃんと水分取りながらやってくださいね。いきますよ。そしたら下げていきます。せーの。下げてきて、下でキープ。1、2、3。上がります。2回目。ゆっくり下げてきて。1、2、3、上がって、3回目、ゆっくり下がってきて、1、2、3、上がって、4回目、ゆっくり下がってきます。上がります。はい、5回目、ぐー。そう。上がります。6回目、ぐー。目線前で。下げます。7回目、ぐー。上げます。8回目。ゆっくり下げてきて。グー。OK。9回目。ゆっくり下げてきて。グー。はい、ラスト10回目。ゆっくり下げてきて。キープして。
上がります。うっと。オッケーです。腹直筋か。いきますか。オッケーです。そしたらまた、よっしゃ、肩甲骨ですね。地に降りて。さあ、ラスト3種目、頑張っていきましょう。大丈夫でしょうか。じゃあ、ゆっくり下げますね。いきます。下げてきて。はい、1、下げてきて。2、下げてきて。3、4回目、下げてきて。お腹フォーカスして。4、5回目。6回目。7回目。汗やば。8回目。9回目。ラスト10回目。OK です。よし。そしたら、ランジか。ここが鬼門だな。じゃあ、ラスト2種目ですね。じゃあ、また左足前の右足後ろで上から行きます。大丈夫でしょうか?せーの、下げてきて。1、下げてきて。2、下げてきて。3、4、計5、計6、計7、計8、計9、計10、ラスト1回、1、計2、計3、計4、計5、計6、計7、計8、計9、ラストの10。うおー、ふぅ、だんだん疲れてきた。よし、ここは追い込み時ですね。よっしゃ。そしたら右前、左後ろ、上からいきますよ。さあ、ゴールが見えてきた。いきます。せーの、ゆっくり下げて。1、ゆっくり下げて。2、下げて。3、下げて。4、下げて。5、計6、計7、計8、計9、はい、10、ラスト10回、1、はい、2、はい、3、計4、計5、はい、ラスト回、はい、7、はい、8、計9、ラストの10。おお、いやー、3セットもやっぱえぐいな。ラスト腹斜筋いきますか。よいしょ。これが終わればデイ15終わりなんで、はい、また肩甲骨合わせて、よいしょ。 OK、 じゃあいきますよ。ラスト55で行きましょう。せーの、ゆっくり下がってきて、はい、1、戻して、はい、次右に、はい、2、戻して、 OK、 3、戻して、 OK、 4、戻して、 OK、 5、戻して、 6、 戻して、な、戻して。はぁ、ち、戻して。はい、きゅ、ラスト。はい、じゅ、あい。
ふぅ。お疲れ様でした。はい。トレーニングの負荷の上げ方って今いろいろあるんですけども、今回は今までより休憩時間をちょっと減らして、結果負荷を上げようということと、何気3セットいきなりやり始めたという、まあ、結構辛かった方多いんじゃないかなと思うんですけども、とにかくこの手の動画はもう一方通行なんで、もう見ている方々によって何が辛くて何が辛くないかはちょっと難しいので、ちょうどイメージとしては僕が中間地点を走らせてもらっている感じと思ってもらって、これよりポチッと押して休憩時間長くする。逆に僕よりもっと回数増やす、秒数増やすみたいな使い方をしてもらえれば、こういった一方通行動画でも、まあ、少しずつね、カスタマイズできるんじゃないかなと思いますので、とにかく継続させるということを中心軸において、引き続き、また明後日ですね、デイ16、頑張っていただければと思います。ということで、水分たくさんとって、また次のトレーニングに備えてください。ということで、またデイ16でお会いしましょう。さよなら。東京都立川市にあります、菅生アスレティックトレーニングセンターでは、テニスの怪我で困っている、自分に合ったスイング指導を受けたい。テニスのための体の使い方やトレーニング指導、メニューの作成等を行っております。定期的にオンコートでのテニスレッスンも行っておりますし、遠方でお越しになれない方にはオンラインでのテニストレーニングもやっておりますので、連絡先は概要欄の方に記載させていただいておりますので、ご連絡のほどお待ちしております。